皆さんこんにちは。新女神転生5ベンジェンススペシャルプログラムコンプリートガイドへようこそ。2024年6月14日発売の本作は、2021年に任天堂スイッチで発売した新女神転生5の世界観をベースに、全世界マルチプラットフォームで発売するため、あらゆる面でパワーアップさせた新女神転生シリーズの最新作です。本番組では新女神転生5ベンジェンスが持つ新要素をまとめてお届けします。ぜひ最後までご覧ください。最初に本作のストーリーを紹介します。本作新女神転生5ベンジェンスは、新たなルート復讐の女神編と、前作の5で語られた創世の女神編が一つになったタイトルです。プレイヤーはゲーム開始直後にどちらのシナリオを遊ぶか選べます。創世の女神編では、ごく普通の学生だった主人公が禁忌の存在ナホビノとなり、神なき地上に新たな世界を作る創世の戦いに身を投じることとなります。対して復讐の女神編では、新たに4体のジョマカディシュトゥが登場し、謎の聖女ヨウコとの開口、ナホビノの新たな姿など、世界の運命は虐げられてきた蛇神たちの介入によって、誰も見たことがない新たな展開を迎えていきます。また今作でパワーアップしたゲームシステムの一部は創世の女神編にも搭載。それぞれは独立した物語となっていますので、好きな順番でお楽しみください。新女神転生の中心的な要素の一つ、悪魔。戦闘中に交渉し仲間にしたり、悪魔合体を駆使して新たな悪魔を召喚したりと、シリーズおなじみの要素です。今作は土井正幸による新規書き下ろし悪魔はもちろん、過去の作品で登場していた懐かしい悪魔の追加もあり、その総勢は270体以上になりました。そんな悪魔に注目し、これまでにない悪魔を中心とした様々な遊びを用意しました。それではご覧ください。マガツヒという特殊なエネルギーを貯めて放つ強力なマガツヒスキル。本作では特定の悪魔を揃えることで放てる特殊なマガツヒスキルが追加されました。スキル爆炎ブレス。ギリシャの魔獣たちによる強力な火炎攻撃により、敵は一撃で壊滅いたしました。複数悪魔によるマガツヒスキルは、発動に特定の仲間を必要とする代わりに、どれも強力なものばかりです。今のパーティーでどんなマガツヒスキルを発動できるのか、いろいろ試しながらパーティーの編成をお考えください。編成の楽しみはまだまだあります。本作において悪魔は自動で発動するユニークスキルを一つ持っています。その効果は様々で、組み合わせによってシナジーが起きることもあります。では実際にパーティーを組んでみましょう。今回は火炎相性に関するユニークスキルを持つ3体の悪魔、霊長鳳凰、魔王モロク、魔王スルトを試してみましょう。詳しい効果はこちらをご覧ください。この状態で火炎スキルを放つと、威力がシナジーのないパーティーと比べ上昇していることが見て取れます。もちろん組み合わせは他にもあります。
ユニークスキルによっては魔が付きスキルとのシナジーも。何を倒すためにどんな仲間を用意するか、好きな仲間を活躍させるためにどんな編成が考えられるか、奥深さが増した仲間編成をぜひお楽しみください。仲間たちの出番は戦いの場だけではありません。新たに用意された悪魔の裏庭をご覧ください。ここでは手持ちの仲間たちと会話が楽しめます。その際、ダートで手に入る貢ぎ物を渡すことで、その仲間からの印象が高まり、ステータスが強化される特別な会話が発生します。仲間の他にゲストキャラクターも滞在しています。バトルやフィールドの探索など、ゲームの攻略に応じて特別な会話が発生することがあり、その際にはアイテムなどの見返りがもらえるかもしれません。またこのベンチを調べると、主人公の頼れる相棒青髪と会話することができます。会話の中でナホビノの能力が高まるような特別な会話が発生することもあります。このように会話を通じ、さまざまな見返りが用意されています。こまめに足を運び、積極的に話しかけてみると良いでしょう。さらにここではフリーカメラモードが用意されています。お気に入りの仲間や頼れるお友達を写真に収めておきましょう。この世界はいつ何時どのような別れがあるか、誰にも予想できないのですから。以上、悪魔の裏庭の紹介でした。皆様もぜひお気に入りの仲間や人間たちと会話を楽しんでみてください。新生した新女神転生5の魅力はこれだけではありません。追加要素並びに前作から調整した点は無数にあります。今回はその中から50項目をピックアップいたします。ユニークスキル。複数悪魔による魔が付きスキル。魔が付き悪魔。魔がつろ。レベルの限界突破。バーチャルトレーナー。ゲストキャラクター。人知らぬパーティー加入。悪魔の裏庭。連続エンカウント。悪魔会話のバリエーション。命乞いの調整。主人公のパラメータ振り直しアイテムの追加。二神前書合体の追加。合体事故の遊びの拡張。死んだ後新宿区。新ダンジョン社館。青髪のムクロ。マガツカの地図妨害がなくなった。飛行系悪魔から襲撃されにくくなった。異物の取得範囲拡大。地図に高低差の表現を追加。クエストナビの追加。
クエストナビが移動する際、エフェクトを発するように変更。先生の取りやすさの調整。カムイのオンオフ機能の追加。チュートリアルの再確認。サブクエストのバリエーション。一部サブクエストに目的地の表示を追加。レベル差補正の緩和。スキルオート。操作系のオプション拡充。グラフィック周りのオプション拡充。スキル演出の倍速設定。うつせみ所持情報の追加。うつせみ画面の機能強化。ソート機能の強化。合体時のレベルアップでギフトやスキル発言の発生。前書の機能強化。五人エストマ。周囲を見渡せる雲上視界を追加。地図に目印機能を追加。フィールドでの障害物の投下。マップアイコンのオンオフ機能の追加。ミニマップの回転。サブクエストに推奨レベル表記を追加。成長系アイテムの一括使用。経験値アイテムの改善。どこでもセーブ実装。周回要素創生。以上50の調整点でした。ここで紹介していない細かな調整はさらに多岐にわたります。新たな作品として生まれ変わったメガテン5をぜひお楽しみください。いかがでしたでしょうか。2つのストーリー、50の調整点、そしてこれまでにない悪魔体験を用意した本作は2024年6月14日発売です。発売までの間、悪魔に肉体を乗っ取られぬようお気をつけて。